はい、皆さん、こんにちは。ゲシャと申します。本日は、光る君へ第12話の演出解釈解説をお届けいたします。徹底解説という動画はすでにアップしているんですけれども、そちらの動画に白色の視聴者の皆様からコメントをたくさんいただいておりますので、それらのコメントを紹介しながら、今回の第12話総括していく動画となっております。通常は水曜日にアップしているんですけれども、今週は本業のオフィス移転の関係で金曜日になってしまいましたので、本日非常にシンプルにですね、いつもより短めにお話ししてですね、明日土曜日は13話の予習解説の動画をね、アップする日でございますので、シンプルに閉じとしていければと思います。で特にですね、今回の第12話っていうのは、非常に地獄の回というか、衝撃的な回ではありましたけれども、今回をもってですね、青春編が終わりというふうに脚本家の大石静香さんおっしゃっておりますので、要は今回ですね、今回で要は完全に区切れるわけです、話が。なので、シンプルにソフトランディング今日の動画でしてですね、来週からはある種仕切り直しという形でですね、またゼロベースで楽しむのが多分正解だと思いますので、その意味でもシンプルに今回は叩いつつでお話し進めていければと考えております。ちょうど良かったかなと思いますね、タイミング的に。はい。で、まずですね、ノブノリと沢さんの裏側ということでございまして、ノブノリは、マヒロのね、弟でございますけれども、まず、このような疑問のコメントが視聴者の方から、来ておりました。ノブノリと沢が、マヒロは昇進して帰ってくると予想して待っていたかのように見えて、何度も見返しています。なぜだろうということなんですけれども、これはですね、私の推測になります。解釈上のね、推測なので間違っていたり、他の解釈の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ですね、まず重要なポイントというのは、沢さんが人の気持ちを、理解できるということかなと思います。これは特殊能力でも何でもなくて、普通に今この令和の現代にもそういう人います。私の知り合いにもいますし、私も結構そういうタイプではあるんですけれども、人の表情のちょっとした違いというのを察知できるっていうことなんですよね。私なんかはシンプルに本当にシンプルなものですけれども、それこそ、例えばですけども、メンタリストの DAIGO さんなんかとかだと、こう、表情を見て、それがそのメンタリズム的なうんぬんだみたいな感じのこととかも、確かご本人も YouTube かなんかでかな、こうおっしゃっていたりしますので、その人の表情で、そういうものが理解できるという形ですね。っていうふうになった時に、この、信則と沢さんが、真宙が道長と密会している時に、何を話していたのかっていうことを考えればいいと思います。焦って出て行った時の表情を見た時に、ただ単に好きな人に会いに行ったんじゃなくて、そこにはなんか切羽詰まった何かの表情っていうのを沢さんは感じたんだと思います。要は我々視聴者は分かっていることですよね。前回、前々回と、前々回は、道長に遠くの国に行こうって言われて、ノーと言った。で、前回は将になってくれ、都にはいるからって言ったけども、将じゃ嫌だって言って、結果的には物別れに終わっていたと。で、物別れに終わって、で、今回も前半の方で、どうもなんか好きな人とうまく会えてないんだな、みたいなことは沢さんは分かっていると。なんだけれども、その好きな人にきっと誘いが来たんだな。実際名前道長って言ってましたし、信則がね。っていうのが分かった時に、信則と沢さんは、お姉ちゃんこれから、多分帰ってくるけれども、帰ってきた時に、もしかしたらその、プラスの話で行ったんじゃなくて、多分なんか、暗い表情で戻ってくるかもしれない。もしかしたら幸せな表情で戻ってくるかもしれないと。どっちで戻ってきたとしても、ちゃんと迎え入れてあげようよ、甲信町の日だし、みたいな、感じでですね、話をしていたんじゃないかっていうのが私の推測です。で、結果的に帰ってきた時の表情を見れば、いくらですね、ちょっと、おバカさんな、信則くんでもですね、お姉ちゃん、ちょっと、なんか、マイナスだって、昇進モードだっていうのを気づいていたと思うんで、それがそのお酒飲むっていう、ちょっと優しい感じになっていたのかなっていうのが私の推測でございますね。ご納得いただけますかね、それ。はい。で、この方のコメントとかだとね、今回最後の家での遡りしながら待っていた信則のキャラに気持ちの上で助けられました。信則のキャラもこの時のためかと思わされましたと。信則がこのドラマの中ではね、一番天真爛漫なんて言えばいいの、お調子者、また明るいキャラですね。とにかく明るい信則でございますけれども、なので、その中でも多分、今話した通り、沢さんと二人で飲んでいるとき、その道長と真宙が密会しているときに、きっといろいろと話をして、でも、ポジティブな、人間では信則はあるので、その上で、分かった、お姉ちゃんどういうふうに戻ってきても、ちゃんと迎え入れるよ、えいえいおって、幼稚園児かみたいな感じですけれども、もうそういった形でこう、思っていたんじゃないかなっていうところがありますので、私もこの方のご意見に同意でございますね。はい。
で、その上で、こちらこちらでですね、私が解説でそこまで踏み込まなかったかで、ちょっといろいろとコメントいただいていて、いくつか、よくコメントいただける方のもののみ紹介になりますけれども、こちらですね、まひろがフリーズした理由ですね。どういうことかというと、まひろは道長と密会できる。手紙を見た瞬間、走りながら心の声で、小でもいい、あの人の妻以外になるのは考えられないって言っていたじゃないですか。なのに、密会しに行ったら、それを口で言えなかったわけですね。なんでなんて話ですよ。真宙は道長の相手が智子様じゃなければ小でもいいと伝えたんですよね。身分の違う自分にもいつも優しくしてくれる智子様と恋敵のような関係にはなれなかったのかな。切ないですね。で、まさにその通りだと思います。だからこちらのコメント欄にいいえって書いてる方いらっしゃいましたけども、いいえでも、いいえ智子じゃなかった、智子だからそうだったんだよって結局イエスのこと確かおっしゃっていたと思うんですけども、これで間違いないと思います。だってその前に小でもいいって言っていたと。で、ここはその今回の、話でいくと、前半のところで、また和歌勉強会が開かれて、で、ヒロが畑仕事してるとかね、掃除してるって言った時に、ともこじゃない、いつものお調子者の女性2人がですね、みたいな感じで言っていたら、ともこがその場を取りなして、要は、廊下のね、溝を見て、川のよ、竜のようだわ、みたいな感じで言ったりして、その場のヒロを助けたわけです。ともこからしても、ともこはまひろに対して悪いイメージを持っていない。で、まひろからしても、ともこはすごくそういうふう、よくし、自分のことをよくしてくれるっていうふうに思っているわけなので、非常に信頼関係がそこにあると。で、それが結局、北の方、正妻と呼ばれるものと、正側室と呼ばれる形で、奥さんと、通われる奥さんというふうになると、今の関係っていうのを破綻してしまう。結婚したらもう破綻しちゃうんだけれども、その辺のことを考えたときに、いや、ちょっとその関係にステップアップ二人でしていくのは無理だよっていうか、要は、ともこは無理でしょう、それだけはやめて、みたいな、それだけはやめてっていう選択肢が来た形ですよね。だって、まひろはその走りながら、小でもいいと言っていたわけですよ。別に、今更もう一回やっぱり北の方にしてくださいじゃないんですよ。誰か別の人と結婚するのはもうしょうがない。それはしょうがないと思った上で、小でもいいって言って駆け出していったのに、小でもいいって言えなかったわけなんで、これはもうとにかく智子が理由ってことで間違いないですね。で、こちらの方のコメントもでございますけれども、左大臣家の、一の姫のと聞いた真宙は、嫉妬が湧くよりも、あの女性には、人間的な、器にも財力や地位すべて勝てないと絶望したんだと思います。同じことですよね。そういった形で、間違いないのかなというふうに思います。ありがとうございます。で、その上で、こちらの方非常にいい解釈されていて、抗えない涙ということで、まひろはフリーズをした上で、そうなんですか、つって、私はやっぱり道長様とは釣り合わないのでね、私は私で生きる意味を考えていきますっていうふうに言って、まひろは去っていったわけですよ。で、道長でまひろに小でもいいって言ってほしかったのに、それが叶わなかったって非常に切ない別れになったわけでございますけれども、それぞれ、その時々の理由は納得できなくもないけれども、いつも一言足りないって感じです。道長が真宙に智子との婚姻を告げた時、あっけに取られて呆然自失したような横顔のアップがとても長く、それだけ大きな衝撃を彼女が受けていることを見事に表現していました。その後、なんとか取り繕いますが、涙だけは気持ちを裏切れずにこぼれるのが切なく感じました。これ吉高由里子さんの演技がほぼ完璧でしたけれども。喋る前に涙が一粒、大粒の涙、一粒じゃないのかな、こう、ポロって涙がこう、横顔の時に流れたんですよね。それをこう、拭った上で、なんとか言葉を、紡ぎ出すっていうようなシーンになっていたので、非常に切ないシーンに、なっていたというか、もう口から出任せシーンですよね。やっぱり道長様とは釣り合わないと思いますって。釣り合わなくても、一緒にいたいって思ったから、小でもいいって心の叫びとともに走り出して、道長に会いに行って3度目の正直になると思ったら、ダメだったっていう形でございますもんね。いやー、切ないなというふうに改めて思いました。はい。で、打って変わって、道長の経験値アップということで、第1話から第12話通してということでございますけれども、それこそ第1話の子役さんが使われていた時の道長っていうのは、権力には興味がなくですね、ほわーんとしたような形の少年でございましたけれども、それが今やという形ですよね。こっちが正しいものですね。はい。
道長が政の頂を目指す決意をしたのは、真宙の言葉に押されただけではなく、神田の辺詰まるところ、火山天皇の出家退位に関わるうちに、政の魅力に取りつかれてたからだと思います。そして自分の政治センスにも気づき始めているようです。智子もしたたかですね。駆け引きの打算をオブラートに包んで人間関係をうまく収めてしまう術が身についています。ということで、まさにその通りかなというふうに思いますね。はい。あと、ここのところも、面白いなと思いました。いいコメントだなと思ったんですけれども、智子には、こう、天下人を支える、まあ、スキルというの、要は、道長を支える。道長がこれから出世をしていく上で、まあ、したたかな智子だからこそ、したたかに、しかも、実際好きだし、道長を支えるっていう、その、スキルというのを持ち合わせていますけれども、まあ、真宙はまっすぐな気持ちっていうか、そこがこう、どうしても先行してしまうので、まあ、そういった意味で、良くも悪くも駆け引きが苦手っていうのが真宙なので、まあ、それが今回の失敗につながってしまったのかなというふうに思います。しかし、真宙は真宙で、史実として紫式部として、源氏物語を記した人間として、まあ、後世まで語り継がれてきているわけでございますので、ドラマの中における、まあ、言うならば脚本家の大石静さんの解釈としては、こういった失敗、人間は失敗を重ねることで人間というのは強くなるわけでございますので、こういった失敗を重ねることによってですね、平安貴族の、まあ、きな臭い感じのあの中においてもですね、後世まで名を残す名作家として、結果的に語り継がれるに至ったんだろうと。その上での、先ほど冒頭で申し上げた通り、今回の12話までは青春編でございますので、その失敗で終わった青春編というのは、今後の物語に非常に大きく、作用していくんじゃないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。あと、ここ最後のところのコメントも非常に良かったですね。今回をもってですね、若勉強会もうまくいかなくなるわけですね。もしかしたら今後も開かれるかもしれないですけれども、もう次、智子に会ったらですね、智子は道長の妻になるわけでございますし、まあ、そもそも来週っていうか、まあ、あさってか、今度の日曜日の第13話、話4年後に飛びますからね。4年後に話飛びますので、まあもう、若勉強会もあの形ではないと。っていうふうになると、まあ、昼は道長だけでなく、智子からも離れてしまうでしょうと。絶妙なタイミングで沢さんが登場したと思います。まあ、昼には女の友達が必要だと思ったので良かったと。沢さんが来週以降どれぐらい出るかわかりませんけれども、でも、少なくとも今回に関してもね、その、家に帰った時に、沢さんと信則は、まあ、その冒頭で話した通り、まあ、昼を受け止めてくれたわけなので、やはり帰って自分自身を受け止めてくれる場があるっていうのは、こういった悲しみを乗り越える上ではですね、まあ、一種真宙は真宙で、恵まれていることなのかなというふうには思いますよね。はい。で、道長の前にある壁ということでございますけれども、ごめんなさい、道綱ですね。道綱は上地さん演じる道綱ですけれども、私、毎回徹底解説動画でオープニングクレジット解説ってやっているんですけれども、まあ、今回のテーマは、性質と側室の越えられない溝でしたが、オープニングクレジット解説で腹違いの道綱が一人中盤に回されているのもまさに越えられない溝ということで一貫していますねというような話でございます。これどういうことかと言いますと、これ資料持って入れてくればよかったですね。ちょっと今から入れますね。はい、今入れました。こちらでございます。今年の大河ドラマに限らず、大河ドラマのオープニングっていうのは例年、トップ、中盤、止めと3つにカテゴライズで分かれております。先に言うと一番最後の止めっていうのは大体ベテラン俳優が並びますよということでございますけども、今年はですね、このトップというのは、真宙と道長、まあ、主人公と準主人公、この2人の血縁か、もしくは、まあ、代理において非常に密接に関わりの強い人物というのがここに名を連ねます。智子は道長と結婚しました。道長の兄弟で道隆、晶子、道兼がいますよと。そして真宙の弟、信則がいますよと。で、実資は代理にいて、個人プレイではありますけれども、今回真宙とそういう話が出たというところで、まあ、トップにいますと。中盤に来る時もあるので、実資は単純にその、縦横無尽に動くっていう立場ですね。で、金藤と雪成に関しては、血縁の関係はないですけど、道綱と代理でよく一緒にいるという形でございますので、こういった流れになると。っていう中において、道綱は、異母兄弟ですよね。道長からすると。だから血の一部はつながってるんですよ。金藤も雪成もつながってないんですよ。だけれども、優先順位でいった時にトップに入らないっていうのは、そういう意識は働いた上でこれ並べてると私としても思いますよね。なので、そういうところにオープニングクレジット解説をしてる上で、こういったコメントをいただくと私も非常に嬉しく思います。ありがとうございます。
本日はもうシンプルに以上でございますね。まあ、なので、まあ、そんなに難しい形じゃなかったですけれども、まあ、確かにその、信則と沢さんが、まるで真宙がね、振られて帰ってくるかのようなことを予期していた演出は何でだろうとか、まあ、そういった疑問っていうのは、裏側をやっぱり想像しないとわからないというのは事実だと思いますので、そういったコメント、ぜひ今後もですね、私の徹底解説動画の方に、疑問に私が言及していない部分で、あそこの演出で何だいうふうになったんだろうみたいな形のですね、疑問点ありましたら、ぜひどしどしコメントいただければと思います。私も推測で話す部分と、NHK 側から公式に発信されているエビデンスがあるから、それを、元に説明するものと、分かれて、私が必ずしも、正しいことを言うというふうにも限らないんですけれども、私は私なりの解釈を、この動画では、基本的にはお届けしておりますので、まあ、その解釈によってですね、皆さん自身もいろいろと考えて、よりこのドラマを楽しむ、これが何よりも目的でございますので、ぜひ楽しむ一助として引き続き楽しんでいただければと思います。はい、本日は以上となります。明日、まだ3月30日なので、明日の動画が年度末最後に、いや、年、そうね、今年度最後になりますね。31日日曜日は本編放送だけで動画やりませんので、次は4月、その明日の動画だったら4月の動画になります。そしてこのタイミングで、以前から先出ししておりますメンバーシップ制度もおそらく今日の夜か明日にはですね、開放しようかなと思います。動画はいきなりアップせずに4月に入ってからになりますけれども、メンバーのみが楽しめる動画でありますとかコミュニケーションというのも取っていければと思いますし、メンバーシップに登録していただくと、こういった普段の動画のコメント欄でもメンバーの方っていう専用の、コメントでかつカテゴライズされますので、まあ、そういったコメントは例えば、こういった徹底か、演出解釈解説の方で優先的に取り上げるとか、まあ、いろいろと、いい意味で、今までの方は今まで通り楽しめて、で、月額をお金をお支払いいただく方はより尊重してみたいな形でうまくバランスを取っていければと思いますので、登録する人いるのかな？ 5 人ぐらいはいるかな？目指せ10人なんですよ、まず。こういうのって、4万人も登録者いるから、もっと来るだろうと思うかもしれないですけど、絶対来ないですよ。絶対来ないので、でもなんとなくコメント楽しみにしてますってコメントもいくつかいただくので、10人、とにかくまず、初速10人を目標にですね、やっていきたいと思いますので、まあ、いろいろとそれも試しながらなると思いますけれども、皆様がより楽しめる、皆様の暇つぶしに私はなればいいと思ってますので、それもその、まあ、月に290円でやりますので、290円でやってですね、290円分の暇つぶしを皆さんにお届けできればと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、今週はもうオフィス移転がありまして、まあ、無事に終わりまして、コミュニティ欄、文字投稿でもですね、オフィスの写真いくつか、見せましたら、非常にこう皆さんも驚かれるぐらい、くっそおしゃれなオフィスが、日本有数のおしゃれ度だと思いますよ、が、まあ、出来上がりましたので、まあ、本業は本業でモチベーションを高めながら、しっかりと、仕事にですね、邁進しながら、副業かつ趣味であります YouTube 活動も引き続き頑張っていければと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。